変桃体は人を含む高等脊椎動物の側頭用内側の奥に存在するアーモンド型の神経細胞の集まり、上動反応の処理と記憶において主要な役割を持つことが示されており、大脳変円形の一部であると考えられている。変桃核とも言う、変桃体内部の神経核、変桃体と呼ばれる領域は異なる、 機能的特徴を持った複数の神経核を含んでいる。このような神経核の中に、規定外側複合体、内側核、中心核、皮質核がある。規定外側複合体はさらに、外側核、規定核、副規定核に分けられる。解剖学的には、扁桃体、特に中心核と内側核は、しばしば大脳規定核の一部とみなされる。扁桃体から、 床下部に対しては、交換神経系の重要な活性化信号を、視床模様体核に対しては反射更新の信号を、三叉神経と、顔面神経には恐怖の表情表現の信号を、腹側皮膚タや、青半角と、外背側皮膚タ角には、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリンの放出の信号が出されている。脳を、第三脳質を横切るようにして、感情断した図。 矢印の先、紫色の部分は扁桃体。皮質角は、嗅角とフェロモンの処理に関わっている。皮質角は、救急と救皮質から入力を受けている。扁桃体の外側部は、残りの規定外側角と、中心角、内側角に信号を送っており、感覚系から入力を受けている。中心角、内側角は、 規定外側複合体からの主な出力先であり、ラットや猫において、情動の換気に関係している。人を含む、高等脊椎動物において、扁桃体は、情動的な出来事に関連付けられる、記憶の形成と貯蔵における主要な役割を担う。恐怖条件付けの際、感覚情報は、扁桃体の規定外側複合体、特に外側核へと送られ、 そこで、刺激の記憶と関連付けられる。刺激と予測される嫌悪的な出来事との連合は、持続的な興奮性シナプス後伝位によりシナプス、応答性を上げる、長期増強を介して行われる。外側角のシナプス応答にすり込まれている、情動的経験の記憶が、変動体の中心角との接続を介、中心角は、硬直や呼吸と脈拍の増加。 ストレスホルモンの放出などの多くの恐怖行動の賛成に関係している。扁桃体の損傷は、浄動的応答の古典的条件付けの一種である、恐怖条件付けの獲得と発言の両方に障害を起こす。扁桃体は、性の条件付けにも関連している。直感的には、性の刺激と負の刺激には、異なる神経細胞が応答しているように考えられる。 しかし実際には、このような異なる神経細胞の集団が明確な解剖学的核を形成しているわけではない。変動体の異なる核は、性の条件付けにおいて異なる機能を担っている。2012年のアメリカの不安障害協会の年次会議では、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬の使用は、心的外傷後ストレス障害に対し消化部、下垂体、副腎系軸を抑制するため、 ストレス症状を増大させ、また、恐怖反応は、ギャバ作動性の扁桃体機能を介して消失されるが、このような学習や記憶を無効にするため、暴露療法の結果を否定的にすることが報告された。扁桃体は記憶固定の調節にも関わっている。学習される出来事の後に、その出来事の長期記憶が即座に形成されるわけではない。むしろその出来事に関する情報は、 記憶固定と呼ばれる処理によって、長期的な貯蔵庫にゆっくりと同化され、半永久的な状態へと変化し、生涯にわたって保たれる。記憶固定の際、その記憶には、調節が起きる。特に学習される出来事の後の情動の喚起は、その出来事の記憶を強める影響を起こす。学習される出来事の後の情動の喚起が強いほど、その人の持つ、出来事の記憶の保持が強化される。 マウスが何かを学習した後すぐにストレスホルモンを導入し2日後にテストすると記憶の保持が強化されているという実験が示されている。ジェームス・マゴーの研究室を含む多くの研究室で示されている通り、変動体、特にその規定外側核は出来事の記憶の強化に対する情動の喚起の効果に関係している。このような研究室では動物に 様々な学習課題を訓練し、訓練後の扁桃体への薬物の注射が、後の課題の保持に影響を及ぼすことを示している。このような課題には、ラットに弱い電気刺激と実験装置の特定区画との関連付けを学習させる、抑制正解避学習のような基本的な古典的、条件付け課題の他に、自ら逃げるようにラットをプラットフォームへと泳がせる、空間、または、 手がかり水迷路課題のようなより複雑な課題がある。もし、扁答体を活性化するような薬物が扁答体に注射されれば、動物はその課題の訓練のより優れた記憶を得る。一方、もし扁答体を不活性化するような薬物が注射されれば、動物の課題における記憶は阻害されるだろう。扁答体の損傷によって、恐怖条件付けなどに障害は起きるものの、 変動体が記憶固定の調節に重要であるにもかかわらず、変動体がなくても学習は成立する。人における研究からの証拠から、変動体は人でも同様の役割を担っていることが示唆されている。情報を符号化している際の変動体の活動量はその情報の保持と相関している。霊長類の初期の研究により変動体の機能の説明がなされ、 後の研究の基礎となった。1888年に行われたもので、即頭葉を損傷させた赤毛猿が、社会的、情動的な障害を顕著に受けたという研究が存在する。ハインリヒクリューバート・ポールビューシーは後に、この観察された事実を拡張し、即頭葉前方の大きな損傷が、様々な対象に対する過剰反応、情動の低下、恐怖の喪失、 異常性欲、更新傾向などを含む目立った変化を引き起こすことを示した。また、ある猿は見慣れた物体を認知することができなくなり、生物、無生物に対して無差別に近づくようになったり、実験者への恐怖を示さなくなるなどの現象を示した。このような行動障害は、後に彼らにちなんで、クリューバービューシー症候群と名付けられた。即答用は、 多くの脳構造を取り囲むように存在するため、特定の症状に特異的に関係する脳構造を同定することは困難であったが、後の研究は変動体に集中した。1970年には変動体に損傷を起こした母猿はその子供に対する母性的行動が減少し、しばしば物理的な虐待や育児放棄を行うことが示されている。 1981年に電波による全変動体の選択的な損傷がクリューバービューシー症候群を引き起こすことが発見された。核気共鳴画像法などの脳イメージング手法の発達により、神経科学者は人の脳の変動体に関する重要な発見を行ってきた。データから得られる一般的な結論として、変動体が精神状態に 重要な役割を持ち多くの精神障害に関係していることが示されている。2003年の研究から境界性パーソナリティ障害の患者は対象群の参加者に比べて感情の表情表現に対して左辺等体の優位な活動の増加が示されている。また何人かの境界性パーソナリティ障害の患者は中立の表情を分類することが困難であるか 恐怖表情をしていると回答した。2006年の研究では患者が恐怖表情や恐ろしい場面に直面した際に変更体の過剰な活動が見られることが示された。また、より重症な社交不安障害の患者ほど変更体の反応が大きいことも示されている。同様に、うつ病の患者はすべての顔の表情、特に恐ろしい表情を処理する際に過剰な 左扁桃体の活動を示す。興味深いことに、このような過剰な活動は患者が抗うつ薬を服用すると正常化する。これらの結果とは対照的に双極性障害に対して扁桃体は異なった関連の仕方を示す。2003年の研究では、成人及び青年期の双極性障害の患者では、扁桃体とウミウマの体積が優位に小さくなっている。また、 多くの研究で変動体と自閉症との関係に焦点を当てている。最近の研究から脳内で脳法を形成する寄生生物、特にトキソプラズマはしばしばその巣を変動体に形成することが示唆されている。このことはどのようにしてある種の寄生生物が宿主の行動に変化を与えたりパラノイアなどの障害を引き起こすのかを解明する手がかりになる。ありがとうございます。